にちは、ピアニストの赤星かなです。今日は分散和音が連続するところ、すごく弾きにくいと思うんですけど、そういったところを弾きやすくするための練習法を皆さんに特別に伝授したいと思います。例えば愛の夢第3番なんかも難しいポイントっていっぱい出てくると思うんですけど、例えばこういうところの左手ね、の連続っていう風に覚えた方が私的には手が記憶しやすくって、それぞれの1音ずつね、1音ずつを1個ずつはめていくってことかなり難しいんですね。なぜかというと、それぞれの2音ずつの度数が全部違うから、手の開き方がそれぞれ全部違うからすごく難しくなっちゃうんですね。例えばここは6度やし、3度やし、5度やし、今度狭めて3度やしっていう風に1個ずつ取っていくとかなり難しいので、私的にはここ1つっていう風に覚えたら圧倒的に弾きやすいんですね。っていう幅というか形で覚えていく。なのでそのために指を残して私はこういうところ練習しました。全部残して止まる腕、それを少しずつ早く弾けるようにしていきます。でもう一つここの難しいところは、最後のこういうところの最後の音を聞かないまま次に行ってしまいやすいので、それとは別にで止まる練習とかするといいと思います。それを短くしていく。ちゃんと聞いてから次にジャンプできるっていう風に、指を残してなるべく多い音数、一気につかめる個数は一緒に覚えてしまった方が覚えやすいっていうことですね。で本当に特別ですよ、見てくださってる方特別です。あんまり再生数上がりませんようになので、まあ、今後もねこういう私が練習していく中でこれ圧倒的に弾きやすくなったなとか、そういうこともこっそりお伝えしていこうと思うので、この動画がねよかったら参考になったよと思ってくださいましたら、ぜひ高評価並びにチャンネル登録もして、また僕の動画も楽しみに、よかったら動画のシェアなどもしていただけると嬉しいです。対面レッスンの方も現在大阪府堺市の方で JR 阪和線の大鳥駅が最寄りの教室にて対面レッスンをさせていただいてますので、もしご興味がございましたら概要欄の方よりチェックしていただけると嬉しいなと思います。この曲はね私の CD にも入ってますので、 CD ももし気になったらお手に取っていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回以降の動画でお会いしましょう。それではさようなら。